はい、どうも皆さん、こんにちは、シャチクです。ということで、今日もあつ森をやっていきたいと思います。で、さっき気づいたんですが、海外の公式の任天堂チャンネルで、なんとですね、あつまれ動物の森の新しい映像が公開されていたので、今日はね、そちらを見ていきたいと思います。で、その後に、まあ、僕のね、まあ、感想であったりとか、冬のアップデートについてであったりとか、11月にやらないといけないことであったりとか、まあ、そういったものをね、語っていきたいなと思います。ではまずですね、まあ、気づいてる人、気づいてない人いるかもしれませんが、まずは映像の方を見ていきましょうか。November has arrived in the Animal Crossing New Horizons game. The fall season continues to bring changes to the island, along with new discoveries. What have people started to spot this month? That blowfish looks pretty swell.The colors on this damselfly complement the cooler weather. And other discoveries await. The island is teeming with mushrooms. They'll appear every day around certain trees and stumps. You can collect them and use them in DIY recipes to craft mushroom-themed items. You may even sporadically find rare mushrooms. Midway through November, you may see maple leaves fluttering around.These can be scooped up with a net and used in crafting fall-themed items. Winter is fast approaching, and the trees won't keep shedding their leaves, so grab them while you can. It's a wonderful time to bask in the deepening autumn landscape on your island. Animal Crossing New Horizons. はい、ということで、皆さん、いかがだったでしょうか?いやー、唐突に公開されましたね。まあ、ノーベンバーということで、約1分15秒の映像だったんですが、いやー、秋らしい映像でしたね。素晴らしい。まあ、そういったところでね、季節は11月に入ったということで、島にも様々な変化が起きてますね。で、まあ、映像でもあった通り、まあ、キノコ狩りであったりとか、あとはもみじ集めであったりとか、まあ、やることがね、本当に11月ってたくさんあるんですよね。逆に、やることがありすぎて困るわ。しかも後半はね、超特大イベント、ハーベストフェスティバルが控えてますからね。しかも、イベントだけじゃなくて、それに付随する家具も集めないといけないから、それがね、とにかく大変ですよね。しかも噂によると、料理機能とかも実装されるんじゃないかとか、そういったことも言われてますから、とにかくやること盛りだくさんの11月ですよ。はい、そういったところでね、今月もあつ森楽しんでいきましょう。もうね、今月も10日が過ぎ去ろうとしているわけなんですが。いやー、だけど早いよな、本当に時間過ぎ去るの。なんか聞いた話によるとさ、今年の年末年始は17連休になるとかならないとか、結局あれってさ、一時期ニュースとして取り上げられて、その話題性からトレンド入りもしてたぐらいね、すごくホットな話題だったわけなんですけど、あれって結局どうなったんだろうね。なんか続報が入ってこないから全くわからないんだけど、なんかね、政府が結局ね、まあ、できるだけ休んでくれっていう要請はかけるけど、強制ではないみたいな、そういったところで終わったんだっけ、確か。ね、結局なんかあれから全然話が出てないからさ、わかんないんだけど。皆さんどうですか?いや、だから17連休ってやべえよな、冷静に考えて。17連休って、お前第2の自粛期間かよっていう。いや、マジで凄すぎでしょ。17連休って。ね、去年のゴールデンウィークの10連休もかなり衝撃的だったんですが、今年もね、やばいよ、それ17連休って。とんでもねえよな。あとはね、今朝のニュースでも、例のウイルスが急速に、またね、感染拡大してるとか、まあそういったことがね、ヤフーニュースで、ドカンとね、出ていたわけなんですけど。いやー、だけどこれからどうなるんだろうね。まああれからね、もうすぐ1年経とうとしているわけですけど、まあ確かにね、前世紀と比べたら、だいぶマシになったと思うんですけど、まだまだ流行ってますからね。これいつになったら収束するんだろう。全くなんか収束する未来が見えないよな。なんかマシにはなってるけど、収束はしないみたいな。まさにそんな感じよ。まあそういったところでね、年末がどん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 近づいているわけですが。おお!マジで?偶然珍しいキノコゲットした。おお!マジか。なんかぐだぐだ雑談してたら珍しいキノコゲットしましたよ。うお、マジで。これさ、なかなか手に入れることできないからね。その名の通り珍しいからさ。
ちょ、これさ、売ったらどれぐらいの値段するんだろう？珍しいキノコ。いや、秋らしくなってきましたよ。珍しいキノコということで。ちょ、これさ、売り値知らないから、ちょっとたぬき商店に持ってって、どれぐらいの値段で買い取ってくれるのか確認していこうか。ちょっとこれ気になるよね。まさか1万ベルとかで買い取ってくれたりするんか。まあ、売らないけどさ、売らないけど、ちょっとね、売り値気になりますよね。そう、レアなアイテムをゲットすると売り値が気になってしまう。それはね、あるあるじゃないでしょう。はい、買い取ってということで、ちょっとこれをね、値段確認していきましょうか。そう、間違えずに、そう、間違えて売っちゃダメよ、これ。うわー、めっちゃ高い。想像以上に高いんだけど、1万6千ベルなの、これ。俺さ、てっきり1万ベルかなと思ってたんだけど、1万6千ベルって、マジかよ。すごいな、珍しいキノコ。ちょっと売り値が衝撃的すぎるんだけど。マジっすか。いやいやいや、売らないよ。1万6千ベル。すげえな。ちょっとあまりにもびっくりすぎたわ。珍しいキノコ。ちなみに、11月になったということで、キノコが島中、あちこちに生えてるわけなんですが、キノコは全部で5種類ありますね。で、今アイテム欄で見たらわかると思うんだが、細いキノコとか、平たいキノコとか、いろいろね、あるわけなんですよ。まあ、全5種類ということで、このキノコを元に DIY で、まあ、家具を作っていくって感じですね。皆さん、もうキノコ家具は揃えましたか？どうですか？まあ、11月もね、もう11月ももうすぐ半ばということで、ある程度揃えられてきてる人増えてきたんじゃないかな。どうなんでしょう。で、これはね、売りね、ちょっと気になるのは平たいキノコ。ちょっと見ていこうか。これなんぼなん？平たいキノコですね。それなら400ベルで買い取らせていただきます。400ベルって安すぎやろ。しかもさ、これ2つで400ベルってことでしょ。マジか。何？珍しいキノコと平たいキノコでそんなに差があるわけ？やばいな。やっぱり食べたら全然違うのかな。珍しいキノコと平たいキノコ。もしかすると珍しいキノコ食べると、なんかモーションが違ったりとかするんかな。なんか飛び盛りの時もそうなんだけど、美味しいフルーツと普通のフルーツだとなんかモーションが違ったじゃないですか。もしかするとなんかモーションが違う可能性あるね。ちょっと試してみたくなるな、珍しいキノコ。いやだからもったいないよね、珍しいキノコ食べるって。なんか気にはなるけどさ、どんな感じになるのかなみたいな。なんか酔った感じになるのかな、どうなんだろう。で、細いキノコの売り値もちょっと、おお !1200 ベルか。ってことは、細いキノコに関しましては、これ値段なんぼだ？あ、4つあるからか。ってことは、細いキノコは1つあたり300ベル。で、平たいキノコは200ベル。で、珍しいキノコに関しては1万6千ベル。やばいね。どんな値段やねん、1万6千って。びっくりするわ。さあ、そういったところで、ちょっと続きをやっていきましょうか。いやーもう本当にね、すっかり秋を季節は。皆さん、紅葉見に行く予定はありますか？え、関東ってさ、紅葉綺麗なところってどこなんだろう。もしね、おすすめあれば教えてください。やっぱり鎌倉とかなのかな。ごめんね。勝手な印象で、なんか鎌倉の紅葉ってめっちゃ綺麗な印象があるんだけど、どうなんだろう。埼玉県とかどうですかね。埼玉県とか結構綺麗そうなイメージがあるけどね。えへへ、またあったね。お、ちょっと待って、ニッシーさ、すごい服装してんな。何それ、体操服？僕が着てるこの服、素敵でしょ。うふふ、君から譲ってもらった体操服だよ。あ、俺があげたのか、この体操服。うわ、なんかニッシー、また何か着てるなと思ったら俺があげたやつらしいわ。全然気づかなかったわ。いや、結構前にあげたやつじゃないの、この体操服って。何ヶ月前にあげたか忘れたわ。多分ね、記憶にないぐらい昔の話なんだけど、まあ来てくれて嬉しいよ。はい。なんか今作さ、自分があげたものをこうやってね、積極的に来てくれるっていうところがめっちゃ可愛いよね。はい。っていうことで、まあもみじが舞い散っている秋の季節なんですが、皆さんやることがね、山ほどあるので、ぜひね、あつ森を積極的に起動して遊んでみてはどうでしょうか。そう、やることいっぱいだからね。レシピ集め、家具作り、キノコ集め、もみじ集め、で、ハーベストフェスティバル。で、ハーベストフェスティバルに付随する家具集めということで、もうやること盛りだくさんってことで、まあ、そんなね、やること盛りだくさんな11月なんですが、皆さん楽しんでいきましょう。まあ、言ってる間にね、もうすぐ12月になるでしょう。まあ、12月になったらまた今度はね、クリスマスが待ってるわけなんで、果たして、今年のクリスマスのイベント、具体的にどういうイベントになるのか。まあ、多分ね、俺の予想なんだけど、まあ、飛び盛りと同じような内容になるんじゃないかな。どうなんだろう。まあ、割とね、飛び盛りの時のイベントと、集まりになってからのイベント、割と類似するところがありますからね。はい、ということで、長々と喋ってきたんですが、今日の動画はこの辺りで終わっていきたいと思います。最後に、チャンネル登録も忘れずによろしくお願いいたしますね。あとは、マイクラと牧場物語の動画も最近投稿しておりますので、そちらの動画も合わせて見ていただければ嬉しいです。ということで、お疲れ様でした。バイバーイ。